今回のテーマはスパーク上へ。人生がときめく方法を。今日はこの方と一緒にたくさんお話ししたいと思います。人生がときめく、片付けの魔法の著者。近藤麻理恵さんです。こんまりさん、こんにちは。こんにちは。近藤麻理恵です,よす、はい。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと、こんまりさんにいただいたこの。紅茶。うん、これは、あの、スミスティー、えっ、ー、と。うん、スティーブンスミスティー。 えー、という紅茶で、あのずっ紅茶が小さい頃から大好きでいろんな種類を飲んできたんです。小さい頃から紅茶。はい <laughs> 好きで、すごい。はいその中でも最近とってもお気に入りの紅茶なんです。オ、えーガニックな感じで本当にあの紅茶なんですけれどもずっとお湯に入れても苦くならない。えすごい。ね、結構もう数分で苦ってなりますもん、ね。ならないんですよこれ、えー。すごいちょっとちょっといただきましょうか。暑いかもしれない。暑いかな。寒か <laughs> った。 美味しい本当に美味しいそうなんですよなんかクリアな感じしますよねあとすごいレ,レモンレモンは入ってないけれどもすごく香りがすっきりしてるこれがすごく不思議ですよねね美味しい ミルク入れたりとかもしてますかミルクを入れるんだったら別の種類の方がよくてああ私がいつも飲んでるのはこの18番っていう番号のものでこれを一番ストレートティーで飲むとすごく個人的にはなるほすねすご,すすごい勉強になる駒里さんと一番最初に会ったの多分あれ2年前でしたっけ 2> 2年前ちょうど出産直後だったんですよね2年前ですね, 1> 1ですね2年前 2>、はい それはあの神社っていうファッション雑誌で私はもうその時にはもうかた自分の人生をもう片付いていて <laughs> でもう本当にその本のファンになってもうこんまりさんに「会いたい会いたい」ってマネージャーに言ってでもどの媒体に会えるかもよくわからないんだけど、うん、なんかじゃあ神ジ社ジで対談とか、まあ、ファッション雑誌だけど対談ちょっとしようみたいにしようっていうかしようっていうか。あの マネージャーが神社にお願いして、うん、そしたら OK もらってだけどこんまりさんは3級中あもう明け直後明け直後かそうそう351か月後くらいでしたっけ、ね、そう,そうねオッ OK でもらって、はい、もうそこで初めて会えたんですけどだからそうね2年ぶりに本当ですねうもうその時初めてお会いした時にその片付けの もうメソッドとか理念について完全にご理解されてたからすごくびっくりしてあ本当に深いところまで読んでいただいたんだっていうのを感じてすごく感動したんですのだから私読んだのはまあこんまりさんとあと2年,2年前だったら多分3年前に、えっと、その本を読んで私は英語の方の「SparkJoy」の本を読んだんですけど、うん、2>, あの2週間かけてお家を片付けて。 なんかそのもう片づけてる最中から何ていうのかな家がどんどん片付いてると同時に自分の頭の中がどんどんクリアになってきたのをすごく覚えていて、うん、それを正しく片付けができてる証拠ねえでもで2週間で全部片付けましたでもそこで終わらなかったんですそっからなんか例えば 自分の仕事だったり周りの人たちのなんていうのかな例えばそうねえっと仕事だったらなんでときめかない仕事をやっているんだろうとかこの人といるとストレスを感じるのになんで会い続けるんだろうとかなんかそっちの方までなんか意識がいってそこら辺も片付けモードに入って。 もうそこら辺も自分でごまかせなくなっちゃうんですよね<う>片付けをした後って。でまたそこでまだ終わらなく、うん、そっから思いのほか自分にすごく合ったような仕事が自然と入るようになってきた。うん、で友達の面でもすごい出会い、うん、不思議な出会い友達だったり。 なんかいろんな人が自分の人生に入ってくるようになってもう本当にまさに人生が変わったっていうことを本当に経験して。 も,うまあ、もちろん本を通してだけど、うん、こんまりさんにすごく素晴らしいギフトをもらったような気がしていや私もそれを受っただけでも本当に <laughs> もう本当にプレゼントを頂い,いてるような気もしたんですが本当に正しく正しくというか本当にちゃんと自分の心を使って片付けをされてたんだなっていうのを。 も私も確信していますやっぱりこの自分がこんだけ人生が変わったからみんなにこれをこの気持ちこの本をあの進めたいと思って周りの人たちにみんな進めてでもちろんその中でも読んだ方もいれば聞いたことはあるけどあの。 あのまだ本は読んでないいいっていう方もいる、うん、でそういう人たちは大体「ああ知ってる知ってるあの断捨離のやつだよね」って聞かれるんだけど、うん、断捨離と多分また違うと思うんだけどっていう多分そういうどうですか違いはありますうですか。言われてしまうことはあるんですけれども、ね、あの断捨離さんの方は、うん、あの考え方として断捨離ってあの漢字で「立つ」「捨てる」「離れる」 断る断っていくっていう話す意味として同じなんですけれども断ち切るそして捨てる離れるっていうふうに手放していく方法をものに対して考えるっていうのが断捨離の多分基本的な考え方だと思うんですけれども私がお伝えしている片付け法というのはときめくものを選ぶ。 っていう考え方なんですよやってることは同じなんですけれども自分が持っているものの中から、まあ、残すものと手放すものを選ぶっていう行為は一緒だけれどもどっちに焦点を当てるのかっていうのが違う,う,うじゃあのの焦点っていうのはもう 今自分が持っているものの中から何を手放すべきか何を捨てるべきかっていうのが基本的なお考えだと思うんですけれども私の場合は今,今持っているものの中からどれがときめくのかどれを選び取っていくべきかっていう風にして今自分が持っているもののはずなんだけれどもこうまるでお店 からこう新しく買う買うときめきを持ってこう買っていくようなそこから選んでいくっていうイメージの片付けだっていうふうに私としては理解しています。なるほど、いや一緒だけど全然違うみたいなね。そうですね。うん,うん。 小鞠さんは小さい頃から片付けが好きだったんですよね。そうなんですよ。もう本当五歳の時から。あの私の母親が購読していた。の主婦の方向け雑誌とか、本当に熟読。していて。<laughs> すごい学校でも。みんなが遊んでる間に。そうなんです。もうだから、幼稚園の時もそうですし、小学校の時も。あの小学校の休み時間とかに。あの勝手にこう。 教室の後ろにある棚とか、あの図書館の本をちょっと並び直したりとか、掃除のロッカーの中を整えたりっていうのをこう地味にやっているタイプの。ずっとやってたんですよね。誰もあんまり気づかない。多分誰も気づいてないですね。うん、オーラを消して。<う> <laughs> すごい。片付けのどういうところに引かれたんだろう。小さい頃から。当時からあの惹かれたというよりは、もう片付けに対する探究心。 んでかっていうともともと片付けだけが好きだったわけではなくてうん、うん、実はは一番初め小さい頃はあの全般が好きだったんですよ、うん、あの母が持っていたこういわゆるこう主婦の方向け雑誌を読んでいたのであの料理掃除洗濯裁縫みたいなものが全部全般的に好きで<ー>いろいろやってて<ー>まあ小さい頃から花嫁修業をしてたんですけど <laughs> だけどその中でも唯一できなかったのが片付け。 できなかったっていうとちょっと言い方が違うんですが、うん、あのお料理とかあの裁縫とかってやればやるほど、まあ、少しずつは上手になっていくけれども片付けって片付けても片付けてもそれこそ1週間後にまた散らかっている<う>えこれはどういうことなんだろうっていうのですごく片付けだけが私にとってのこうどうもうまくいかないっていうものでそれに対して どううにかか解明したたいいいっっていう気持ちが小さい頃からあったんですよね、えー、すごいな5歳ってで「ときめく」のアイディアはどこかから生まれたんですかこの「ときめくものを選ぶ」っていうアイディアは実は全く逆の発想から生まれていて、うん、あの私もともとはこの片付けに対しては興味はあって研究を続けていたんですけど「うんうん、ときめくとは真逆でまさに「捨てるものを選ぶ」のこと。うん こそが片付けだううね。うんうん、で、それのにハマっていたのが大体中学生高校生くらいだったんですけれども、うんうん、もうその当時は毎日学校から帰ってきたら制服のまんまとにかくまず「ただいま」って言ったらゴミ袋置き場があるのでゴミ袋を片手に手に持って家中をぐるぐる回って捨てるものを探すっていうのを日課にしていた日が 毎日あった本当に毎日。で当時の私は本当に何が捨てられるだろうこの家の中でっていうことばっかり考えていてなのでんか物を見るために物の嫌なところダメなところを探すようになっちゃったんですねあこれはもう汚れてるとかこれは絶対もう古いはずだとか汚れはないかとか臭くないかみたいな感じですでにそういう目で。 ネガティブな目で物に対して見てたんですけれどもそれを続けていくうちにスストレスが溜まっていくわけですよ見てることが全部嫌なもののような気がしちゃってでそんなことをしているうちにある日高校2年生の時に片付けのストレスが溜まって片付けノイローゼで失神しちゃったんですね。本当に本当片付けしすぎで 気を失ったのって私世界中で私絶対一人だと思うんですよ。だと思う <laughs> でその時もあのいつもと同じように学校から帰ってきたらゴミ箱ゴミ袋を手に持って今日は何を捨てようかなって思って自分の部屋をガチャって開けた時になんかその瞬間、うん、なんか家の部屋の中にあるものが全部こう嫌なもの嫌いなもの。うんうん、でも なように見えててしまってその瞬間にもうなんか片付けしたくないって思った瞬間に気を失っちゃったんですんでそこから2時間後くらいに誰にも気づかれずにむっくり起き上がって、まあ、家族みんないつもの通り部屋で片付けしてると思ってるので誰も気づかないわけですよね。<laughs> そのののの瞬間になんか私の頭の中でこれ多分あの 私の中では片付けの神様なのかあの <laughs> 物の神様なのか分からないんですけどなんとなく頭の中でなんかこう「物をもっとよく見なさい」みたいな感じ,の感じの言葉が自分の中であってきたような気がして、うん、その時に「いや物って言っても毎日穴,穴が開くほど見てるんだけどな」って思いながらうも,、ね、もう一回自分の部屋を見回してみたら、うん、なんとなく。 部屋にあるもの全部がなんか,か光っているっていうか、生き生きとしているように今度は見えたんですね。<ー>で、その瞬間にあ私の片付け法って間違ってたんだって思ったんです。<ー>片付けで大事なのは捨てるものを探していくことじゃなくて。 でこの中にあるものから自分が大好きなもの、うん、自分が持っていて幸せになるものを選んでいけばいいんだっていうことに気づいたんですでその瞬間からなんかこう片付けっていうのが私の中ですごくポジティブな 考え方になっていっててい今のこうときめくものを選ぶっていうもののこう、うん、元が出来上がって本当にその日から私片付けが本当に楽しくなったと同時に自分の部屋が二度と散らからなくなったんですね。あーすごーいもう回もうその中でもう一回こうときめくものだけ選んでそれをこうちゃんと収納し直すっていうのをやったら、うん、自分の部屋が大好きになったんです、うんうん、へえすごい。えでそこでそ何中学 高校生,、ね、高校生そこの時にはもうときめくのが分かってから自分の方法っていうのは完全にできたんですかそっからやっぱりどんどんですねその時はとにかく選び方だけ好きなものを選んでいこうっていうふうに思ってそ,そのまま大学に入ってで大学に入ってから私の趣味が友達の家を片付けさせてもらうっていう趣味だったんですよ。<laughs> でなので大学に入ると周りに人暮らしの人が、うん、ここは友達が増えてくるのでその子を見つけては「お願いだから片付けさせて」とかいうのをこうやって <laughs> こんまりさんから当時は「えー、あいいよ」い別にいいけど」みたいな感じでなんか不思議だなっていうふうに思ってたと思うけど <laughs> そんなことをしているうちにのの友達の中で噂が立つようになって「うん、こんまりちゃんが遊びに来ると家が綺麗になるらしい」 でそんな噂が立つようになってから知らない人からもメールでそれをあのお金を払うからあのその片付けをしてほしいとか教えてほしいっていうふうに言われるようになってで大学2年生の時からはこれを今仕事としてまああの少しずつ始めるようになったっていうのが今のきっかけなんですね。 その本人がやらなきゃいけないんじゃないですか。す決めるのとかも、その時はそうですね。大学生の時はもう私が行ってあの指導する。でもそれでもやっぱりものを選ぶのはその、うん、ご本人にやっていただかなきゃいけないのです。あ、じゃ一緒にやってたの。一緒にそういえばやってましたね。おそっか、すごい。でもそこから仕事になって 本の話大学2年生の時からこの仕事を続けるようになってあでも一回あの普通に会社に就職したんですよ,そうですよねそう。会社に就職して普通に営業として営業マンをやっていた時期があって営業マンやってでもその土日ではずっとその片付けの仕事を続けていたんですが<ー>そ,のそのうちにその私当時あの営業で人材採用に関の仕ん 営業してたんですけれどもある社長さんのところに営業に行った時に、うん、その社長さんんののデスクがすすごいい散らかっていたんですね <laughs> でその時についつい「いや社長とりあえず人材採用の前に片付けしましょう」っていうふうに言っちゃって <laughs> で言って <laughs> <laughs> それであのそしたらちょうどその社長さんがちょうど片付け今し,したいなっていうふうに思ってたんだっていうふうに、ん、興味を持ってくださってそれで まあ、あの業務時間中にやるわけにいかないので、うん、あの早朝のか社長の片付けレッスンってや社長のデスクの片付けレッスンっていうのをやるようになったんですね朝6時から9時までその経営者の方の片付けレッスンをしてから9時半から出勤みたいなのをずっと続けるようになっていって<ー>で。そうしていくうちにその 経営者の方もいろんな方を紹介していただくようになって1週間のうちのなんか5日間朝も全部埋まって土日も全部埋まってっていうふうになってしまってあこれは辞めないあの会社を辞めないとこの片付けの仕事がこれ以上はできないって,ってもともと別に会社の仕事が嫌いなわけではなかったんですけれどもあ今は時期だなっていうふうに思ってそれで独立して片付けだけの仕事になったんです。<ス>うん、<ス>じゃあ 最初は自分でマネージメントみたいにこう直接連絡が来てブッキングしてたみたいな感じで自分でやってほとんどがお客さんの紹介だったので片付け終わった方があのこの片付けすごい効果があるっていうふうに思っていただいてすごく思っていただいて紹介していただくっていうので。 どん自分でスケジュール調整したりあとブログを書いてそれでブログもールてたりブログを書いてそれでブログ書きつつへ<ー>それももちろん片付けまあ全部もちろん片付けしかできないので <laughs> い本当に片付けのことしか今までしてないです、ね、だから大学の卒業論文も片付けについていたので <laughs> じゃ本は、うん、えと話が来たんですか っていうそれでいうと片付けレッスンの予約が入りすぎちゃって半年待ちになっちゃったんですね。でそうしたらその待っているお客さんたちからもうとりあえずその片付けのレッスンの内容を本で読みたいっていうふうな声をいただくようになってなそれで本を書こうと思ったんです。でそそこかから自分ででで探したんんすすうなといっても本の書き方わからないので、うん、本を書くためのセミナーに通って。 でそれでまあそのセミナーの中の,あの何回か連続の半年間のセミナーだったんですけれどもその最終日に「卒業プレゼンテーション」っていっていろんなたくさんの編集者の方がいらっしゃる。 いる前で、えっ、ー、と、自分の出版企画について、プレゼンをするっていう企画があって。で、そ、これでプレゼンして、無事に出版させていただくことになったんです。わあ、すごい。え、じゃ、本出たのって、小森さん、いくつの時だったんですか。まだ全然。と、本が出た時は25、ね、二十五歳。で、すねそっから、に、まあ、もちろん、日本語で出ました。翻訳は。二十六歳。二十六歳。二十六歳。 でそこから翻訳は割と早かったんですか？いえ日本で出版されたのが2010年の末で2010年だえもうえもう年の10月、ね、年前だそうですそうですでえっ、ー、とアメリカで出版されたのは2015年15の年これ<か>たった2年前 2> そうなんですよすっごい じゃあだってにえじゃあアメリカが最初の翻訳がアメ,アメリカは<え>もともとその前からあのアジア圏では出版がされていて一番初めは確かうんあの初めかどうかは順番は分からないんですけど台湾とか韓国、えー、と中国とか<ー>あとドイツの方があの初めに出ていて<ー>そうですねあじゃあ2015年のアメリカが出てからまたですねってなって。 アメリカが一番大きく影響が反響ですね、えーうん、反響があったみたいですごいじゃあ何カ国語で今で出てるんですか今は41カ国ですかはね一番えー、っていうのはどういう、えー、もううののどどにスロバキア語とか あとイスラエル語イイススララエエルル語って言うんですかは英語なんですけど、まあ、また別のイスラエルはイスラエルの会社イスラエルでも今あの本の総,あの総合ランキングの1位を取っているって<っ>今ではないですけど少し前に取っていたっていう情報もいただいてすご,いすごくびっくりそういうあまりううイメージがなかったのですごい。 タイ語もありますし。タイ語。はい、わなんかその、その国、その国の。そのときめくの言葉、すごい気になる。ああ、そういうのを集めたいですね。ねね集めたい。でも,も、本当にこ、このときめくっていう言葉の。なんか、この訳し方というか、そのときめくっていう言葉が存在しているかどうか。によっても、あの、全然、こう、いわゆる。その本の。なんていうんですかね、あの。 反響も全然違っていて、<ー>その意味ではアメリカのこのスパークジョイっていう言葉がまさにときめきでぴったりなんですよね。ぴったり。だって多分辞書でときめくを引いてもスパークジョイじゃないですよね。そうなんですよ。これがすごいんですよね。その翻訳されしてくれた方本当にすごいなって思った。そうなんです。私も本当にそれには翻訳してくださったあの平野さんにはとても感謝していて。ね。 でもう翻訳する方もいっぱいいる中でね、すごい運命ですよね。そ,ねその方にもっていうので、<ー>例えば他の国とかでそのときめくに該当しない、うん、こと該当する言葉がなくない場合だと、こう普通に。 心が動くとか普通ハッピー,ー幸せーーってなるとちょっとだけ弱くなってしまってあ,あそれだとなんかちょっとだけ違うんだけどなって,ってあのたまにもどかしく思う時がさあそかでもしょうがない<の>ないからそうみたいなそうなんです,ないんですよすごいふんえじゃあ実際その片付けの方法で物に対してときめくときめかないのその使い方やり方っていうのはどうやって ときめくものを選ぶときのポイントは絶対に物を触ることなんですよ普通に例えばこうクローゼットの中を開けて見るとか引き出しの中を開けてこれがときめくのかなっていうふうに選んでも絶対に分からなくて実際に手に触ってみることで自分の体の反応を確かめるっていうのがすごく大事なんです。うーん でときめくものを触った時ってやっぱり体のなんですかね細胞がちょっとずつ上がる感じがするんですよね。キュンっていう感じってあるじゃないですか。うんうん、あ,あの感じを、うん があるしでときめかないものを触った時ってなんとなくこう体がズンって沈む感じがあってその自分の体の感覚を確かめていきながら片付けを進めていくと本当に自分にとってときめくものは何なのかっていうのがだんだんんんかっっててくくるるよようになってくるんですようんでそうあんまり頭使っちゃいけないんですよねそういう時って。なんか私ももよくく聞かかでもときめくとときめかない だの分からないっていう人たちがもいいます、うんうん、そうなんですよでもその時は、うん、あの分からないって言ってる方は多分一番難しいものから分かりにくいものからやってしまってるケースが多いと思うので、うん、普通に選選びやすすいいいものから選べばいいんですねで私がおすすめしている順番ってあのお洋服とか、うん、あの本とか、うん、あの全部同じカテゴリーのものはいっぺんに やっていくってていいくうのがポイントでお洋服ならお洋服でえっとときめくものが分かるか分からないかの違いって比べることなんですねこっちとこっちはどっちがときめくだろうっていうふうに考えると実は自分の中の答えが出てくることってなるほどだから私の片付け法の特徴は洋服を片付けようっていう時は家中にある洋服を一点残らず全部集めてきて積み上げるっていうそれびっくりしたなんか 普段あそ,その本読む前まではやっぱり一つの部屋をずつこう片付けるキッチンならキッチン<う>お部屋ならお部屋とかだけどそう小丸さんの本は必ず物別で一回出すそ<う>っていうかまずその出した時のショックそうなんですあの量洋服とか<う>クローゼットで見てる洋服と一この部屋に全部出して見る量と全然違くてまずそこでちょっと引く。 そのショックを受けることがすごく大事で大事あ、こんなに物持ってたんだっていうことも大事だし、実は物を出すことにはも,もう一つ理由があって、うんうん、物を出すことで物が起きるんですよ。物が起きる？そう、あの私の感覚なんですけれど、うん、長い間例えばあのお洋服もそうだし、うん、あの本とかも本棚に入れっぱなしの状態だったりすると、うんうん、そのちょ 私から見ると本がこうすやすや寝てる状態でその状態で例えば本を背表紙だけ触ってみたりしてもそれがときめくかどうかってわからないんですねでもちゃんと本棚から全部出してこうなんか目覚めさせるというか空気に触れさせるみたいなことを一回やってみるとでかつそこで一つ一つ触っていくっていうふうにしてもの一つ一つとちゃんと対話していくっていうのをするとこれまたときめくっていうのがわかりやすくなってくるんです。あ わからないできないっていう人方、多分それやってないんだと思う。やり方が間違ってるだけなんです。あの出してないと思う。出してない。うん、し、あの本当にカテゴリー別にやってない。うん、そっかそっか。そう、さっき言ってた順番は一番最初めがお洋服で、うん、次が本で、次が書類で、小物思い出品この順番がおすすめなんです。ね、思い出やっぱり一番難しいから<う>最後に。 初めに手をつけちゃうと、絶対に挫折しちゃうので。本当に、あの、洋服の中でも、自分が、あの、わかりやすいやつってありますよ、ね。これ、これ、絶対ときめくとか、うん、これ、まあ、絶対ときめくみたいな。うんうん、で、あの、まずは判断しやすいものから、どんどん、うん。やっていくと、それで、あの、ときめくもののを選ぶことって、これで経験なんですね。うん、経験していけば、していくほど、だんだん、そのときめき感度。 ってそうしていくのでそしてると今ではちょっとこれどっちかわからないなって思うものも最終的にはちゃんと選べるようにな<ー>って、ね、でもそうかも確かに最初は私3パイル作ってました「ときめくときめかないわからない」っていうやつそうそれを最後にやったらもう一回触り始めたらなんかわかるようになったりあとなんかちょっと筋トレみたいな感覚な気がするそのときめくときめかないの判断どんどん。

次回はパート2をお送りします。このポッドキャストへの質問や感想はグレームウッドアットポッドキャスト .co.jp に送ってください。Glenwood Heart to Heart。長谷川淳がお送りしました。See you next time!